アウディっていうのは1980年代にですね、初めてクワトロ 4WD の機構を市販の乗用車に取り入れたメーカーです。 あちらにも、その当時の車が置いてありますけども、車っていうのはまあ基本、FF か FR っていうことでタイヤ2本で駆動を伝えるんですけども、アウディはですね4つのタイヤで駆動を伝えるということで、走行安定性ですとかあるいは走破性ですとかね、非常に優位性のあるシステムです。で、我々としてはですね、そういうそのクワトロを ぜひですね、日本のマーケットで、まあ、体感してもらいたいということで、こういう施設を作ってですね、本当に車の楽しさをこう伝えていきたいというのがこのファシリティの、まあ、狙いの一つです。